おはようましまもちチャンネル。さあ、今回ですね。はい。久しぶりにやってきました。この社会派チャンネル的な内容のやつですね。はい。まあ、英語だけじゃなくて、世界のね、事情についてもやるチャンネルでございますので、で今回ニュースに出てるこのヒズボラ、やっぱり知らない、わからないっていう人が多かったので、世界史講師の佐藤幸夫先生にちょっと解説していただこうと思いますので、では、今から見てください。じゃあ、はい。世界史講師の佐藤幸夫先生に、 質問です。はい、<laughs> まあ,あれみたいですね。今、<laughs> アメリカ人の張家さんに質問ですっていう、うちの動画。ああ、やってね。やってね。てねはいはい。エぐ先生に質問です。まあね、日本でもすごいニュースで出て、あちなみに速報で出ましたね、日本では。ちょうどニュースの時間だったのかなんだなんだったんで、はい、それの最後のところに、カスルフ殺害されましたっていうのが、イスラエルの空爆によりみたいなのが、ほんのちょっとしか出てなかった。で <laughs> 多くの日本人がヒズボラってなーにあの人はだーれなんでイスラエルにやられたのってなってハテナがいっぱいる一体なんでニュースになるのかをちょっと話してもらえればと <laughs> そんなえなってたじゃんだってヒズボラなんて何回も出てたでしょハマスの時にほとんどの人覚えてないと思いますねええー、だからハマスと同じでいいよ <laughs> <laughs> 国が違うじゃない、ハマスはパレスチナだけど、ヒズボラはイスラエルの上のレバノンの反シオニスト、抵抗勢力で、シーア派とスナ派の違いはあるけど、ヒズボラは完全なるシーア派の民兵組織で、バックにイラン、まあ、バックにイランがついてるっていは、もうイランが鍛えた組織ですよ。わかかるなんかこううハマスとは違う トーマスはもともとはヒズボラとかイランは別に好きじゃない、まあ、これ、YouTube でも言ったけど、スナだけどね、でもヒズボラは完全にイランが鍛えて作らせた民兵組織なんで、イスラエルはとにかく嫌だ、まあ、それだけの話ですうん、うん、イスラエルにとって脅威ではあったんですか <laughs> とりあえずミサイル飛んでくるからね、来たから。なんで、人が死んじゃうので、そんな脅威そんな、例えばイスラエルが亡くなっちゃうほどの脅威なんて全然ないですよ。 うん、もちろん、まあ、イスラエルというか、シオニスト、シオニストたちがごめんなさいって謝れば、ヒズボラは解体ですよ、謝らないから喧嘩になってるだけであって、もう、そんな歴史話したらちょっと長いけど、うん、とりあえずヒズボラができた背景は、ハマスがででできた背景と同じです、うん、なので本当はまあハマスの動画まで見ていただければと思うんですが、知らない方へ <laughs>。<laughs> 知ってるた多分森鉄を見てる、動画見てる人は、多分この件は知ってて、まあ、もちろん細かくは知らないけど、なんとなく、シオニストたちがヒズボラは嫌い、ハマスも嫌いみたいな、そういう感じ、だって絶対に認めないから、彼らっていうのは、そのイスラエル、シオニスト、ユダヤ人があの地域を取って拡大しようとしてることは絶対に認めないので、なので、それはやっぱり邪魔だよね。で今回暗殺さされたナスルラフさん あなんだ日本だとなんて呼ばれてんの何て呼ばれてるの日本だとナス,ナスララとか呼ばれてる日本って短くしてるじゃん、名前を。すごい人ですよ。すごいカリスマ的な人で、うん、い,い,人いい人といか顔もいい人。ただから、まあ、なんかいい人っていうとテロリストがいい人になっちゃったらちょっと微妙だけど、すごいシーア派だけじゃなくても、うん、一部のスンナ派にも好かれてるような人なんで、だからちょっとそういう意味では脅威だよね。なんか彼が最高指導者として反シオニストかなんか集めちゃったら困るから、まあ、殺すんでしょうね、うん、そうですね、ナスララ氏。 出てるのがそうだよね。多分ナスララじゃないの出てる。よくない、良くない。な<る>もうやめた方がいいよこういうの。ハマスもそうだし、ヒズボラもそうだけど。 テロリストなんです,よすごい、やっぱりハマスはそうでもないですけど、ヒズボラは比較的テロリストで、多くいろんな人を殺しているので、ね、うん、まあでも、そのできた背景を考えれば、彼らが殺したくなるのはもちろん分かるわけですよ、すごいたくさん、すごい殺されたんですよ、南ダバノンの人って82年にで、その82年に殺されたことでできた組織だから、最初はテロ組織に指定されてなかったんだけど、もう最近はもちろん、アメリカもテロ組織に指定してるけど、 でもなんかちょっとかわいそうな人たちの集まりだったんで、もともとは。ででどんどん強くなっちゃって、それはまあイランが鍛えたんだけど、鍛えて強くなって、まあ、イスラエルにミサイルを撃てるぐらいの、まあ、能力を持ってるっていうけど、皆さんが想像するようなテロリストじゃないですよ。だって、もともと議会に議員がいるんだよ、閣僚とかが。だ、うん、からまたハマスよりももっと政治的っていうの、うん、もっとなんていうんだろう、あのちゃんときちんとした国の中に存在するけど、 やっぱりこういうい状態でも、皆さんが間違えちゃいけないのは、レバノン全体がそうじゃないんですよ、レバノンっていうのは上手に作られてる共和制の国家で、昔はテロリスト、ずいぶんかくまってたけど、最近では意外と安定してて、いいんだけど、それが気に食わないね、やっぱりシオニストにとっては。うんだからよくない、やっぱりテロリストを殺すとかは分かるんですよ、分かるけど、殺すのはイスラエルが殺すんじゃなくて、国連がやんなきゃいけないことじゃない、これって。うん いつも言うけど、悪い人は処罰するべきなんですよ。処罰すべきだけど、それはあなたたちがやることじゃないんです、これ、何度も言う通り。で、国連が動かないから、俺たちは動くみたいな感じの言い方をイスラエルはするけど、やっぱりダメですよ、やっちゃう。っていうのが基本だと思いますよ。だって一般人死んでますよ、いっぱい。ね その1982年あったのは、たぶんそれも皆さん知らない人が多い,い。それは知らない。それは知らせか世界やらないとわからない。だからそれはあの国の事情、イスラエルの事情で起きた出来事で、レバノンも当時は内戦中で、 すごい、レバノンってすごい内戦、今のレバノンが想像できないぐらいの内戦だったのよ、キリスト教徒とイスラム教徒の。そこに乗じてユダヤ人が入ってたっていう感じだと思ってくれればいいけど、それはちょっとこう、ホワイトボードとか使わないと説明できないんじゃないかな。結構長い。長いですね。っていうかもう、これ、日本でちゃんと放送しなきゃダメですよ。なんか、ハマスの件も起きた時だけ放送して、 で今回も多分、このナスルラフが亡くなったんで、またちょっと話出てくると思うんだよ。で、またちょっと終わって、終わっちゃうんだ、すぐにニュースが。関係ないからって。でも、そういうことって日本だって起こる可能性あるわけだし、起きた時にどういうふうに思うのか。だって、日本人がたくさん殺されれば、 殺した相手に対してすごいムカつくじゃないですか、ね、そうやって右翼みたいなのが出てくるのも同じ状態だと思ってくれればいい。日本はたまたまそういう出来事が、まあ、実際にほら、今なんか中国でさ、あの小学生がなんかがん殺された事件あったじゃないですかで、それで日本人の一部が中国で起きた通州事件っていうのがあるんだけど、日本人がたくさん殺された、でああいうふうな出来事を引っ張ってきて、許されない、許されない中国人はって言ってる人もいるじゃない。でそれがもし成り立つならば ズボラは成り立っちゃうわけですよなので、こういうのって負の連鎖っていうの、人が殺され、自分の知り合いが殺されれば、それはムカつくに決まってるわけだし、絶対に復讐してあげるってなるじゃない、うんうん、だから、こういうのを処罰するのは、その国が処罰す、例えばもちろん、ね、もちろんですよ、これ、例えばないけど、日本人がたくさん殺されて、日本にそういう政党ができて。で じゃあ、殺した相手国に対して、俺たちは絶対反撃すると言って、もしその組織がだよ、気に食わないってんで、どっかの国が攻めてきたらさ、それは問題じゃないですか、やっぱりで。それは今回も同じ状態で、あってはいけないことをやっぱりやってるんだけど、誰も止めないし、今回だって、あれじゃん、バイデン、いいって言ってなかったわ、なんか空爆。またイスラエルを支持ですかそう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 、まあもちろん停戦は出してるよ、停戦協定は出してるけどう、飲むわけないじゃん、そんなの絶対。でで一回じゃなないでこののこ前もやってる2006年かなんかん 調べててももららえれば2006年に戦戦争争してるからねレバノンだから、何度もやってるんで、今回に始まったことじゃないんだけど、よくない、本当によくない、こなんとかしないと、もちろんイスラエルの人が全部悪いわけじゃないよ、これは、間違いなく、僕の友達は悪い人じゃないので、っやっぱりシオニストがちょっとす悪いよね、やっぱね。これがまた何回も何回も起こるけど、日本ではそのたび、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ね、そうなんですよ。 きちんと説明できないからよくないし、煽るじゃん、これが第5次中東戦争だとか、あと何、世界戦争になるんだって煽る人いっぱいいない、YouTube で。で、煽る、わかる、気持ちは分かるけど、でも煽るんじゃなくて、これ、やめさせなきゃいけないこういうのって、たここだけじゃない、ウクライナだって、同じこと起きてるじゃないですか、でロシアがそれを理由に攻めてたりするわけでしょ、うん、だから、もう一回きちんと、国際社会がもう困難状態だから、どうしようもないんだけど、よくないと思いますよ。 まあそうですよね、すぐ忘れて、すぐ忘れてっていうのの繰り返し。気持ちは分かる、もう自分の生活で精一杯だから、どの人もね、だからそんなにね、そんな世界のことを考えるっていうのはなかなかないと思うけど、ただ情報がこう入ってきたときに、偏った情報で、これからね、日本なんていっぱい外国人来るわけだから、あまり偏った外国の情報ってよくないから、よーくやっぱり精査した方がいいかなと思うけどね。 じゃあ、皆さんは、そういった点で学んでいただければと。では、ちょっとこれや、YouTube でやるんだよ、これ。だから、後で概要欄に貼っといてね。そうですね、ユキオ先生の出ますんで、うん。10月、10月の頭ぐらいにやるからよろしく。じゃあ、ぜひ、詳しくを見ていただいて、はいはい、よろしくお願いします。ユテラで世界史の授業出ておりますので、はい、ちょっと最近休みがちですけど、はい。今、今、はいはい、出ますんで、ぜひ。 忙しい大丈夫、まあ、そうですね、僕自身は、はい、忙しくやってますけどなんかなんか。でも前より顔色いいね。顔入ってきたからですかね。気合っててくるんじゃないですか。<laughs> あそ,うかあそうですか。<laughs> だから、なんか顔が手こってるから、なんかちょいつもより調子良さそうに見えたけど、はいはい。じゃあ皆さん、頑張ってね。ちゃんとニュース見てね。バイバイ。はい、お疲さん。 はい。ということで、ゆうきょう先生でございました。ぜひ参考にしていただけたらなと思いますんで、皆さんの考える機会になっていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.